はい、毎度おなじみ立東からのトラックマン一気に死んだ、今回ですね高橋トラックマンと元トラックマンに来ていただいてですね、ローズステークスのお話をしようかなと思うんですが、どちらからお話してきてください。まあそうね、反応が多いからね。まずはオークスマンでしょ。今オークスマンね、シンハライト、はい、あのね、まあ、久々に 見ましたけど、軽っとね、あの体つきなんかはね、あんまり変わってないかなっていう、まあまあ、くぶんと多少は成長はあるんでしょうけど、それほど大きくなったなっていう感じはないんですけどね。まあまあ、まあ、追い切りは、追走して、まあ、軽く流して、まあ、並びかけると、まあ、相変わらず反応はいいですし、まあ、最後もね、しっかり折って、折ったら折ったで、まあ、楽に突き放すっていう感じで、まあ、動きとしてはすごく良かったんですけど、外の馬がね、このシンハライトにちょっと寄りかかるような感じになったんですけど、そんなんもう、かっこ構いなしに、ポン、弾き飛ばして、まあ、乗ってきましたんでね。のなんかそういう闘争心みたいなものが、うん、まあ、休み明けではありますけど、まあ、しっかりそういう気持ちの面でもね、まあ、入ってるんでね、まあ、前哨戦ですけど、まあ、仕上がりとしては、まあ、ほぼ、まあ、勝ち負けできるぐらいの仕上がりになると思います、うん、完全にこの馬のいい時の雰囲気が戻ってたなという感じはありますよね。ただ、まあ、特に僕も文句のつけるところはなかったなというふうに思いながら、まあ、追い切り見てたんですけど、まあ、お墨付きが出ましたって感じですか。あとはどうですか、アントザ審査員、まあまあまだちょっとね、頭振ったりとかね、やんちゃな面、まあ、あるんですけど、最後一波論ね、こう、はみかけて、促したらしっかり反応してましたし、その後もまっすぐ走れてたんでね、まあその辺、まあまあ、まだまだ子供っぽさはあるんですけど、だいぶこう、集中力が出てきたかなっていう、春と比べると。まあ、動きに関してはね、まあ、キレある動き、まあ、それは前から見せてる馬なんで、その辺もまあ、維持できてますしね。このままよく見せましたけど、どうでしょう。俺に聞くと、まあそうですね。まあ日曜日にビシリやって、うん、まあまあ投手はさらっとね、まあいつもの厩舎のね、うん、このまあこの厩舎のね、うん、まあいつものパターンがあるんですけど、うん、ただまあゴール前の集中力は結構しっかりしたものがあったと思いますし。だいぶ馬の気持ちはレースが向いてるのかなっていうのは僕は十分に感じ取れたんで、うん、まあ、仕上がりもいいですし、動き自体も特に僕は注文をつけるところなかったかなというふうに思いましたけどね。あと僕はぜひもう一人聞きたいのは、やっぱり今回、まあ、ジュエラーとシーハライトが人気を負けるわけですけど、やっぱそれに次ぐ素質を持った馬として、レッドアバンセあたりはどうですかね。だからまあ、体がね、ちょっとどっちかというとギスギスしたようなところあったでしょう、ある通り。だからまあ、間がね、こう休ませて、もうふっくらして、ふっくらとまではいかんか、ね、まあ、なんぼかマシですけど、だからそんなに追い切りも、結局、今週もね、それほど、ビシッとはね、あるとは。そういうところある馬なんでね、やっぱりちょっと体のことも気にかけながらという調整はね、やっぱりあると思うんですよ。うん、まあ、ただ、まあね、でもだいぶこう、なんていうかな、体が、幅が出てきてない割には、フォームにはこう力強さみたいなのがあったし、こう力感があるっていうか、これもこう、しっかり追うたらもう、一瞬で突き放したから、合わせまで、まあ、その辺の反応の良さもあるんですけど、全体的にやっぱりこうしてみると、
そこまで体の面であんまり成長してる馬っていうのは、そうそういない感じがしますよね。だからやっぱりそういう意味でもそんなにこう追い切りを見た感じでは自分の殻を破って例えばそのハルケットを出した馬に劇的に変わっとるなっていうのがなかなかこうね見当たらなかったのも正直なところですけど、だからまあ 春に実績残してた馬はそれなりにあの高いレベルでこう人が残したと、だそれ以外の馬でおって思わせるようなやつがまあなかなかちょっと見当たらなかったなっていう、まあ正直なところそういうことなんですけどね。まあまあこの辺りでじゃあコースできますけど、まあそういう意味ではやっぱりジュエラーは良かったですよ、まあ中間はね、あの中心で、まあ、徐々にこうピッチを上げてっていうパターンで、でまあ本大きりはポリトラックコースでっていうトノーマはね、まあ、本当にいつものパターンでありましたけども、あの当初の思い切りは、まあ、追走して内に入る形からまあちょっと直線仕掛けた形だったんですけども、あの直線仲間ではね、もう馬が完全にこう行く気になって、あのかなり臨戦態勢というかね、まああの気持ちの強さっていうのは出てましたし、あのまあ、体もきっちりほぼ仕上がってる、まあまあ、いく分余裕残してね、本番にお釣りは残した体ではあるんですけども、ただもう気持ちの面で本番にこうちょっとこう戦うっていうそういった姿勢がね、追い切りからこう見れたっていうのは僕はすごく頼もしいなと思いましたし、まあ、やっぱり休んでる期間がね、他の馬よりも長いんで、まあ、そのあたりがちょっとどうかなと思ったんですが、あのまあ、心身ともにきっちり力出せる仕上がりだったというふうに思います。体つきもね、まあ、そんなにこう太くは見せないですし、あのまあ僕もね、まあ、やっぱり新派ライトという強い馬がいますけども、この馬との僕は一騎打ちになる濃厚のパターンが濃厚じゃないかなと、馬の段階でもちょっと思えるほど、ちょっと今週の動きは良かったと僕は思いますね。それとまあそうですね、まあ、電光安住っていう馬もポリトラックコースで、まあ、追い切ったんですけども、選手シュートがね結構速い時計でビシッとこう、馬の闘志を促すような調教を目いっぱいにあって、それでだいぶ気持ちが入ってきたのか、今週はすごくあのスピードの乗りも良かったですし、だいぶあのガラッと変わってきたなというような印象があったと思います。ただどうでしょうね、そんなにやっぱり体とかを見てると春と変わったな、力強さ出てきたなとまではいかないので、そうですね、ちょっとやっぱり追いつけるのかなっていうところなんですよね。ですからまあ各馬ね、やっぱりその体がそんなに増えてないっていうところで逆に仕上げやすさはあるんでしょうけど、逆に言ったらその春の実績組との差がそこまで詰まっているようにはやっぱり他の馬の追い切りを見ててもあんまり思わなかったので、意外と硬いんじゃないかなと思いますよね。まあ、春の時点でね、ちょっと結構この2頭とはね、その3番手以外は差があったんでね。そうね、本当にそうだった。そうして、その春までの勢力図があんま変わらないまま秋を迎えてる感じはあります、だからまあこの2頭プラス何かっていう感じで、なるほど、そうだからね、3連携の馬券が一番じゃないか、こういう、まあまあそうですけどね、ただまあ3連携で勝っても多分安いと思いますから、ね、本当になんかこう、3着に何を持ってくるかっていうようなところが焦点になってきそうですね、ちょっとこと、ね、調教の気配ではまああんまり馬券的に妙味は薄いというか、うん、そうな感じはしますけどね、春強かったのがそのまま強いパフォーマンスを見せてくれそうな、そんな感じの、ね、動き、いやこれは全然やっぱ久々みたいな動きやわとか、あのいやもう全然動いてまへんでみたいなやつがじゃないから、あ確かに、だから大体いいんですよ、いいけどこの2頭もいいからという感じでね、まあそうですね、全体仕上げのレベルも高いがゆえに、そのあまり力関係も変わらないのかなと、ライトル僕ハンドでよく見えたのがアドマヤリードとカイザーバルなんですけど、この辺はカイザーバルね、もうちょっと頭沈んでくれたらいいんですけど、でも折り合いついてたし、ね、集中して走れてたから、その辺がちょっとそういう成長したなっていうところが見て取れるんですけど、アドマヤリードに関してはね、だから前の合わせ馬の2
2頭を、まあ、外からこうかわしていってっていう感じで、うん、まあ、最後まで楽々な手応えだったんですけど、うん、まああの何て言うかな、こう促してスッと反応するような感じじゃないですね、やっぱりまだ、うん、だからその辺が何て言うの、気持ちがこう、うん、ずっとこう前向きな感じで、いつこう防災に出されてもそれにすぐ反応しますよっていうふうに構えてるような感じじゃないですか。こうするとますます、あの、うん、ちょっと見た目の雰囲気はいいけど、うん、ちょっとなんかもう一皮むけてほしいなって感じで、除去は怖いですね。まあそうね、うん、まあ、なんかますますなんか二強ムードがちょっと怖くなってきた感じもしないでもないですが、お時間もなかなかいい感じになってきたので、今日はじゃあこれで締めさせていただきます。ありがとうございました。